勝ち上がろうとしない。その理由、この右手を切り取ると分かった。実はズボンをめくっていたのだ。すごい絵だ。我慢できずピッチ上で進行していた。しかも観客や監督、コーチ、誰にも気づかれず、単独犯による完全犯罪の瞬間だった。謎は全て解けた。スタートにコイントイレが一つあるんですけども、はい、あとはまあ大体レストランで済ませて上がるんですけど、結構やっぱ簡易トイレが汚いことが多いので、スタートエリアで外で飲むようにしてる人たちが多い。何してんの？
ど、外から見えにくくなってる。わあ、本当だ。ねえ、先輩、今日泊まってきてもいいですか？ふぐち目の前でしょ。やっぱり21。かわいい歌姫来てね。お待たせ。かわいい。かわいい。見てまう、見てまう。ちょっと一枚なんか掘ってもらえるかな。かわいさなんていらないんだよ。真剣なんだよ、こっちはみんな。4人で戦うカードバトル会議制金曜アーサー。やっぱり重大疾病には備えないとね。必要ない、必要ない。重大疾病って知ってるの？うん、脳卒中、急性心筋梗塞などです。重大疾病にも強い医療保険はアーファーク。備えたくなってきた。デリシアからウィルシン時代に始まる。ココット機能でウク、ムス、ノンフライが自由自在。やっぱりデリシア。さあ、新時代へ。偉大なる名誉を陰で支えた日本人がいる。